どうも、抹茶です。 PUBG モバイル、今回は業績天から舞い降りた選手を撮ってみたいと思います。まずは簡単に業績の見方からおさらいしましょう。メールの横のこのボタンをタップ、業績をタップ。カテゴリーごとに業績が分かれているので、それぞれのアイコンをタップ。業績のリストが表示されますので、気になる業績をタップ。業績達成のためのチェックリストが表示されます。今回挑戦する天から舞い降りた選手は8個のミッションをクリアすればゲットできます。どのミッションもパラシュートで目的地に到達するというシンプルなものですので、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。それでは順番に見ていきましょう。1つ目はビケンディのホットスプリングスの赤いボックスの上、スプリングスの P の上にマーク。画面下に見える広場のような一角に赤いポストがあります。パラシュートのコツは手前に降りるように意識するといいかもしれません。うまく乗ることができませんでしたが、これでミッションクリアになってました。それでは次、2つ目はディノパークの迷路の中心です。この辺りでしょうか。今回も際どいけど、これでもミッションクリア。3つ目はミラマーモンテヌエボの闘技場の底部、丸いところが闘技場ですね。丸いすり鉢が闘技場ですね。見えてきました。やはり手前に降りるぐらいの気持ちで降りていきます。ミラマーロスレオネスの広場の噴水池、四角の真ん中にある点ですね。噴水が表示されるのはかなり後ですので、自信を持って飛び降りましょう。ナイスイー。エランゲル・ミルタパワーの一番高い石柱の内部、2つある丸のうち左側ですね。万が一塔に引っかかってしまうと死んでしまうので要注意です。うまい。エランゲルノボレプノエの桟橋の先端、少し飛び出たここですね。
サノクカーリーの一番太い眼柱。このミッションはかなり難しいと思います。イエイ。ラストはサノックブートキャンプの西側の川にある小島。業績クリア。ということで、めでたく天から舞い降りた戦士ゲットすることができました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。抹茶でした。それでは。